1973年に初代デュラエスが発売されて以来、デュラエス EX、デュラエス AX と世代を重ねたデュラエースが、ヨーロッパのレーシングシーンでの評価は決して高いものではなかった。満を持して新機能と最高の品質デザインをもって、デュラエースの復権、いや島のブランドの復権に挑んだのがデュラエース7400シリーズである。険しい上り坂、ゴール前のスプリント、レースにおいて選手たちが極限の状態へと追い込まれた時、これまでのフリクションによるシフトレバーでは素早く正確なシフティングを行うことは難しく、ペダルを踏む力のダウンやシフティング操作のやり直しが求められ、それはスピードダウンや勝負どころのチャンスを失う結果ともなっていた。勝敗を決定づけるその一瞬に、一段分シフトレバーを動かせば確実に一段変速する。実現すれば変速ミスを劇的になくすことが可能となるはずだ。新しいデュラエースに搭載するこの石決め機構を SIS シマノインデックスシステムと命名し、開発は急ピッチで進められた。しかし思惑とは裏腹に、当初トップレーサーからの意見は芳しいものではなかった。しかし SIS は今後のレースシーン、いや自転車の基本機能を変える可能性のある技術だ。なるほどそうですかと引き下がるわけにはいかない。SIS を搭載したデュラエース7400シリーズは、本当の意味で取り込むことができなかったヨーロッパのプロレーサーたちに称賛を持って受け入れられた。